かわいいヤギさん、村山和子。かわいいヤギさんはお年が8つになったの。お母さんに連れられて学校へ行ったのよ。動物学校へね。かわいいヤギさんはおひげが生えてたの。それを見てみんなが笑ったのよ。ヤギさんはとても恥ずかしかったわ。お友達のお猫さんがハサミで切りなさいと言ったの。ヤギさんはおひげをチョキンと切ったの。お机の陰でね。ひげなしになっておうちへ帰ってきたら、お母さんは驚いてヤギさんを叱ったけど、ヤギさんは平気な顔よ。お母さんは手紙を出したの。親類中のヤギさんたちへ、大事件、すぐに来てくださいとね。みんな驚いてとことこ走ってきたの。ひげなしのヤギさんを見てみんな怒るやら泣くやら、大変な騒ぎになったの。でもどうしてよいやら、ため息をつくばかり。お母さんは仕方なくみんなからおひげをね、三本ずつもらったの。それを糸で縛ってね、ヤギさんの顎へつけたの。とてもその格好が悪いので、みんな大笑いしてね、おひげが生えるまでほっとくことになったの。ヤギさんはとても恥ずかしかったのよ。